んにちは。政治学言論の時間です。今週もゲストの方と徹底討論しながら政治の動向を見ていきたいと思います。今週の司会は自民党衆議院議員の中山泰秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中山さん、はい、金融不安が続いて、もう世の中暗くなっているところに、ノーベル賞が受賞ということ で、そうですね、日本人から4人も出ましたよね。なんか日本にちょっとプレゼントしてくれたりその代わり日本から何か持ってかれるんじゃないかという心配も多少はありますが、まあ良かったですよね。そうですね。だけど特に外国にですね、はい、南部先生とあともう一人下村先生ですか、はい、おいでになられて、下村先生のボストンからのコメントは良かったですね、なんか自分が研究し始めた時はもう日本は何もなかった時代だったと、今の若い人たちはもっといっぱいいろんなもの持ってるんだから、それをしっかりと活かしてね、有効活用してもっと繁栄させてほしいと、あんまりしょげないでっていうメッセージを出しておられたのが、僕は印象的でしたね。なんか若い人たちに本当に久しぶりにこう夢を与えてくれるような一言をいただいたなという感じがありましたね。はい、そんな気がいたします。はい、今日はよろしくお願いいたします。まあ、将来今日はノーベル平和賞を取る予定の、はい、小池百合子さんをお越しでございます。はい、そうですね、改めてご紹介いたします。よろしくお願いいたします。はい、元防衛大臣の小池百合子さんです。今日はですね、先の総裁選の結果分析と昨今の世界的な金融危機において日本はどのような経済政策を取るべきか、また小池さん自身のマニフェストについてもお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。なんだかもう遠い昔の話のように思いますね、はい、自民党の総裁選もね。そうですね。でも、まあ、初めて、歴史も伝統もある自由民主党、で、その中で総裁選の候補者の一人として戦わせていただいたというのは、本当に得がたいものがございましたしね、多くの方々からいろいろご支援をいただいて本当にありがたく思ってます。普通の総選挙とはまた全然違うんですね。違いますね。どんな感じでしたか、実際こう動かれてみて。やはり国家に対しての責任というのを、もちろん議員もそうですけれども、はい、その中でも一人追っていかなくてはならないというね、その重さというのは、その何百倍もあるのかなと思ったりもしますね。いや、一人一人議員はそう思ってるんですけれども、いざ実際にそれを担うことの可能性があるわけで、それに挑戦したわけですから、その違いあるなと思いましたね。そうですね。はい、特にね、やっぱり女性のお立場で出られるっていうのが、それでなくても大変な世界で、やっぱり我々男性からすると、よく頑張っておられるなっていうイメージがすごくあったんですけどね。まず、推薦人20人ね、そうですね、進めていただくというか、集まるそこへ至るまではやっぱりいろんなドラマもありましたし ね、いろんな人間模様、ああいう時に限ってよくわかりますよ ね。で、まあ、結果として46票の議員票をいただいて、地方票は、残念ながら、ゼロ票ということで、いろんな改革がですね、地方で毛嫌いされて、そのために小池は1票も取れなかったというような、なんかそんなそういうふうな分析をされるところがありますけれども、まあ、でもこれはですね、私、まあ、46票の議員の皆さんからの票と、それから私に対しての、その自民党の党員党友の方々、7万2000票頂戴しているんですね。これは、私はある意味想定をかなり上回る。そうですね。はい、いや、最後に、ね、言ってたんですよ。46も集まったらもう一人総裁候補出せるんじゃないのかと、やっぱりびっくりしましたね。そのぐらい応援団がいたと。そうですね。で、何よりもやっぱり小池さんにご説明いただくのもなんなんで、私からちょっと気づいてね、改めて思うと、47都道府県日本ありますね。はい、そのうちですね、35地域でなんと小池さんが2位のポジションをつけてるんですよ、結果から見ると。はい、ね、本当ある。やはりね、変えてほしいと、まあ、オバマじゃないけれども、チェンジというね、そういった空気、はい、もしくはガスといった方がいいのかもしれませんけれども、
まだまだかなりあるなということは、ね、日本全国回ってみて思いましたね、うん、特にね、その党員の方から聞かれたのは、もう正直自民党員でもね、今民主党の方がいいなんて思ってる人もいるぐらいの時代、ところがその前に一回女性にやらせてみたらっていう期待感はあったなという気がしてます、やっぱり女性の立場からしても初の総理大臣でこう女性っていうのは何かこう期待感というか、でもね、その辺 の、 打ち出し方は正直悩むところありましたね、私自身ご覧の通り女性ですから、ただその部分だけを表に出すことの、これヒラリーアメリカの大統領候補だった頃のヒラリーさんもですね、女性ということは、まあ、逆にお首にも出さずに戦ってましたよね、私自身も実はその辺のところ、ね、打ち出し方悩みましたけれども、でも今日本で抱えている少子化であるとか高齢者の医療介護の問題、それから環境問題にしましても、やはり女性の担う部分っていうのが非常に多い、そういった中で、自ら女性である私自身がですね、そこで政策を提言をし発言をするということは、やはり日本にとって必要じゃないかと、まあ、どの辺までこの女性というのを明確に出す方がいいのかどうか、最後まで悩みましたけれども、でも今回の総裁選挙で、他の方々との見方っていうか切り口の違う、アプローチで、マニフェストも出させていただけましたしね、その意味でもこれからももっと大きな声でですね、政策を訴えていきたいなと思ってます、個人的に多分、ね、見てらっしゃる方はもう私が小池さんの政策秘書を昔やってたってご存知だし、総裁選の最中も、ね、一緒にタッグ組んでやってたって、もうご存知なんで、ぶっちゃけ話で私の意見を言うと、小池さんはね、今女性どうやって出そうかって悩まれてるとお話あった、で私も確かにそれは男とするとなんかウーマンリブですって言われると男として引いちゃう部分は正直あるんです、だけど小池さんの場合はね、そういうことを考えを超越したところに位置してる政治家人間だというのをね、思いますよ。だから池袋でね、最後大雨の中実は街頭演説やったんです、でその時にヤンキー先生の義家参議院議員が来て、彼がいいこと言ってました。皆さん、こんな時にね、男だとか女だとかごたく並べてる時じゃないんですよ、男でも女でもね、大変な時なんです今は、そんなこと言ってる場合じゃないとか言ってどんどん政策を言った、あれにまさに集約されてるんじゃないかと。要するに周りが気にしすぎてて、もうしっかりと考えられる人、男女関係なく政策としてパンと打ち出せる人、それを求めてるんじゃないかな。でここでちょっと